モビル、モビリティジョイントだっけ、あれすごいね、うん、俺ね、あの、うん、まさにそのあのガチャのほらアンサンブルってあるじゃないですか、うん、あれもともとコンバージ担当してた人がガチャの方に移転して、うん、まあ、やったやつなんだけど、うん、まあ多分それのあの元々の案を今ああいう形で出したんじゃないかっていう感じだけれど、理想的じゃない？うん、そうだね、やっぱああいう SD のものがやっぱは、うん、流行ったっていうか、うん、本当にその二等身じゃなくてちょっと高い SD みたいな、うん、ね、やっぱああいうのってコンバージとか、うん、アンサンブルとかのその積み重ねがやっぱあるんだろうなっていう、おおむねまあ好意的な意見多かったし、うんうん、究極の形じゃない今までの、なんかこう集大成的な、あそう、うん、あれもね、うん、あの G フレームと同じ値段なんだけれど、うん、税抜き590円、税込み649円、うんうん、まあGフレームとやっぱ違うのはその、うん、やっぱ一つでも完成するっていう、うん、うん、いいよね、一つでも完成し、なおかつあの EX パーツっていうか、うん、一つ一つにあってさ、うん、まあガンダムはそのパーフェクトガンダムできます、うん、ジオングはパーフェクトジオングできます、うん、いいね、チョニーザクとザクはなんかこう指揮官、ザクは指揮、あの角生えたさ、うん、指揮官機にできたり、うん、ちょっと重武装みたいな感じになってたけど、うん、なるほどねーとか思ったけど、うん、ね、まあまあ売れそうかな、うん、うん、買いやすいし、うん、うん、あれだったらいいかなと思うよね。ああそう、うん、そっかそっかそっか、うん、なんかうーんそうね、うん、俺せずジオングぐらいかなって感じ。ああそう、うん、なんつうのかな、うん、結局あれってまあ、うん、単品でもいいけどさ、うん、どうせとやっぱ EX パーツつけたいわけじゃない、うん、でもそうするとまあ G フレームと同じじゃない、あまあね、うん、そうすると G フレームの方がほら等身単純に高いじゃない、あまあね、とか、あそういうこと、まあなんつうのかな、うん、まあ別に等身低くても SD は SD で良さがあるからなんだけど、うん、まああれ2つ買えばまあ大体、1300円 だ、1300円集めて SD のこれはあ、ああそういうもんなんだよ、俺はちょっと思っちゃう、そういうもんなんだ、うん、俺思っちゃう、もちろん悪いものじゃないんだけど、うん、これ1300円かけてこのちっちゃい、うん、まあ言うたらまああれってほら手軽に買えて、うん、ニッパーもいらなくてってい いうそういうコンセプトでやってるんだろうけど、うん、結果出来上がるものがもうこれか、あーなるほどね、とかちょっと俺は思っちゃう、うん、あそう、喜んで買いそうなんだけどそうではない、そうではないんだ、そう、ね、難しいもんだ、うん、そうだからあれ1ボックスまあ10個入りだったから、うん、おそらくまあなんだ全部1個ずつ、うん、ガンダム、ジオング、ザク、ジョニーザク、うん、でそれのあと、うん、EX パーツ、うん、であと残り2つはまあガンダムとガンダムの EX パーツかなとかと思ったりするけど、うん、あれなんかでもねあのほら拡張パーツって結構余りがちじゃないですか、うん、あの何にでもそうだけど、うん、そうするとさやっぱ単純に拡張パーツってすごく余りそうだよね。あれとほら G フレームと違ってさ、うん、1個で完結しちゃうからさ、うんうん、ガンダムだけ買ってって、うん、あまあガンダムはいいけど、まあジオングだけさ、まあ、ジオング、うん、そのパーフェクトジオングにした別にしたくないって人が、まあ、ジオングだけ買ってって、うん、でジオングの EX パーツだけ余るみたいなさ、うん、足とかさ、そうね、それはありかもしれない。だからちょっと市場的には、うんうん、あれのワゴン品とかよく見ることになるのかな、うん、とか思ったりとかね、うん、可能性あるね、うん、そう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 、うん、なかなかね、そうパーフェクトジオングとかね、確かにちょっと見てみたいね。そう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 、なかなかあれじゃない、ないじゃない、うん、まず基本的にさ、うん、まあ元もそんなにないからね、うん、ドム足つけるってよく言うけど、うん確かにね、うん、そうそう、だからそう俺も買うとしたらちょっとパーフェクトジオングのセットはちょっと欲しいかなとか、それぐらいでさ、うん、であのなんかセットにあの腕伸ばした時の、はいはい、まあ、まっすぐのプラボあったけど、 そういうことね、あれなんか100均 あのワイヤー線買ってさ、うん、あのグネグネって、かっこいいね、うん、できるかなとか思ったりとかってして、うん、うん、そこぐらいかな、うん、でも、うん、どれもでも人気出そうだね、まあ定番だよね、うん、定番、うん、ジョニーザクがなんとかこうさ違うものを入れようとした感じ、うん、あジオングもそうだけど、うん、シャーザクじゃなくてジオングなんだいきなりとか思ったりして、うん、なかなか気合入ったラインナップだね、うん、とか思いつつ、まあね、段階の世代が分かるガンダムだよね、うん、確かに確かに、うん、段階の世代じゃない、段階ジュニアか、うん、うん、そうそう、うん、まあでも当面宇宙世紀なんだろうなとかっていう気がするけど、うん、ああうん、まあまあ硬いよね、硬い硬い、うん、結局